島子育て県議会、ありゃ毎日ウトキャス始まるよ、毎日ウトキャススタート。皆様こんばんは、鹿児島県議会議員のウト恵子と申します。今日は12月の21日木曜日、時刻は午後10時36分でございます。今日も寒いです。鹿児島からお送りいたします。今日のタイトルは明日は決心ということで、実は私はですね、ある裁判の、原告をやっておりまして、 S さんありがとうございます。こんばんは、来てくださって。今日も寒いですね。風邪ひいてませんか？あ、森本さん、今日もありがとうございます。賀来さんもありがとうございます。いつもまだお店は閉まってないのかな。モモンガピアルさんありがとうございます。お疲れ様です。今日も来てくださって。ということで、私はですね、明日自分が原告の裁判の、レオナさんお疲れ様です。そうそう、あ、言ってた。Sさん、さすが毎日来てくださってるから私のことなんでもご存知、ありがたや。あ、カビルンルンさんありがとうございます。マチャさんこんばんは、お疲れ様です。レオナさん今日もお疲れ様でした。ということで、はい、明日はですね、集団的自衛権の違憲、を決めた安全保障の違憲訴訟を、しておりまして、で鹿児島で第一審があったんですけれども、それがまあ敗訴して、それをですね、控訴して、今宮崎地裁で、高裁でやっているんですが、それがとうとう最後ということで、決心が明日あります。そこでですね、私の母が違憲陳述をいたしますので、それに行こうと思っています。2015年の7月の閣議決定でしたかね。うん、そうですよね。2015年の7月の閣議決定で、かれこれ何年裁判してるんだろう。あ、でも安保法制が成立したの自体は翌年の9月でしたかね。うわー、うろ覚えだな。2016年の9月かな。ってことは2017年ぐらいからスタートしたとして6年やってるんじゃないでしょうか。トラちゃんお疲れ様です。寝不足じゃないですか。頑張ってくれてありがとうございます。2015年が閣議決定で強行採決して、で2016年に多分法律が通ってだったんじゃなかったかなと記憶しております。松島さんの花リコーダーの動画は大道芸みたいですね。松島さん、自民党の、なんだっけ、それなんか話題になりましたよね。なんだっけ、あれ違う、私が思ってるのは松井さんの踊ってる動画。あ、違う、それはあれだわ、一心のあの政調会長の乙武さんの TikTok の話を私はなんか思い浮かべてるのかな。ごめんなさい、ちょっとあんまり動画見ないのでわからない、申し訳ありません。はい、となっております。ちょっとかなり無理くりなんですけど、やっぱり最後は行きたいなと思ってですね、明日宮崎まで日帰りで2時間滞在できるかどうかなんですけど、行ってきます。ちょっと高速で行くの怖いので、寝そうだから、で電車で、宮崎でも案外遠いんですよね、隣の県ながら。あー、トラちゃん寝不足でもうまぶたがくっつきそうになりながら拝見してますとのこと。お疲れ様、ありがとう、頑張ってくれて。でももう寝たらいいよ、寝ていいよ、寝てね。10時40分だから。あ、松島さんがチャット欄に貼った動画のことです。なんだろ、
S さん、そうです、宇都さんが合ってます。ああ、これは今日あれですね、安保法制の話ですね。そして、昨日話題になった松島さんが、リコーダーの話をしてくださったことに対するまーちゃんさんのコメントなんですが、ちょっとそのチャット欄に貼った動画を私がごめんなさい拝見していない。しかし宇都さんほどではないです。いえ、私はですね私はですね、昨日もあまりにも眠いですとか言って、すっごいグダグダにキャスを終わらせた後にですね、まあまあまあもちろん普通に寝るんですけれども、何1時半だったか2時だったかなんですけど、今日寝坊してしまいまして、家をですね、いつもの半分の時間で家を出てる羽目になりました。やっぱりあれですね、おかげさまで今日は比較的元気でございます。とんでもない松島さん、こちらこそいつも見に来てくださってありがとうございます。そしてあんな動画貼ってっていう動画をちょっと見てないけど後から見ます。ありがとうございます。どん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 貼ってください。いろんな動画やらいろんなリンクをですね、この良識のある私のキャストを見てくださる方たちは本当に教養が深くて、そして良識があって、そして私のキャストを見てくれるぐらいだから、ものすごい心優しい、自信がある皆さんが心優しいことに私は。ということでですね、動画もリンクもですね、きっと何ですかね、質の高いものであろうと確信をしておりますので、ぜひどんどんよろしくお願いいたします。というか、私、皆さんのコメントがないとこんなに毎日続けられないんですよ。皆さんがコメントくださって見てくださるから、話も話題も話すこともあるし、やる気も起きるというものでございます。いや、もうあげあげですね、我ら、あげあげられですね、チャトラを入れられる森本さんでございます。違います、本当に本音でございます。ありがとうございます。補正予算の主な内容は、病児保育の提供体制整備約7600万、これ福岡の話かな、また。で、9月定例会で県が今年4月に病児保育を無償化して以降、利用者が急増、予約を取りづらい状態が続いていること、一般質問で私が指摘。これあれかな、また後藤さんのお話かな、もしかして。なんか病児保育の補正予算つけるっておっしゃってましたもんね。ありがとうございます。わお、あ、やっぱり福岡の話だ。ガザ地区における戦闘行為の即時停戦等と恒久平和を求める決議が全会一致で可決。素晴らしい。6年続く裁判ですか。お母様が意見陳述と、詳しいこと僕は知りませんが頭が下がる思いです。そうですね、安保法制訴訟は、安保法制違憲訴訟は全国でですね、されておりまして、当時も一斉に各県の各都道府県の有志の弁護士さんがもうほぼ手弁当で、もうとにかく立ち上げるって言って、いろんなそのありあらる、それぞれの地裁に、訴訟を起こして、もう弁護士さんたちが原告を探して、原告になりませんかって呼びかけられてしておりました。で、鹿児島はですね、かなり遅れてというか、最終的に、3回に分けて、何ですかね、訴えたんですけれども、だから第3次まで原告を集めたんですけど、トータルで何人だったかな、全国的にもですね、かなり少ない、原告しか集まらなくてのスタートではあったんですよ。それで実はですね、伊藤誠さん、伊藤誠先生とおっしゃる、伊藤塾、すごい有名な、法曹界ではものすごく有名な弁護士さんですとか、ロイヤーを育てる塾がありましてですね、伊藤誠さんっておっしゃるんですけど、私、その伊藤誠さんの憲法の授業を受けたくって、伊藤塾に一時期オンラインで通ってたんですけれども、その伊藤先生が、割と中心メンバーとなって、伊藤先生というのはですね、一票の格差、選挙における一票の格差についてもすごくな、何度も長く裁判をされてらっしゃる方なんですけれども、
憲法価値を実現したいという思いでずっと活動してらっしゃる方なんですけれども、でその伊藤先生がその、安保法制訴訟も違憲訴訟も中心となって、されてらっしゃったので、他にもですね、トランペットを吹かれるサックスかな、あの方名前出てこない、もうこればっかりもう嫌だ名前が出てこないことが本当疲れる、辛い。いろんな有名な方がですね、呼びかけ人となって、こう髪の毛がすごい嫌だ、もう嫌なことばっかりやいろんな方が呼びかけ人となってですね、全国各地でやっていて、で鹿児島では原告の数が少ないと。で私はだいぶ最初の方で原告になったんですけれども、母に第3次の締め切りが終わるよっていう時に、もう終わるよいいのって、あなた私原告だったから誘ってたんですけど、なんかこうと取り散らかってて、母がですね、もうお母さん私しなくていいの、後悔するんじゃない、原告にならなかったなみたいな話してて、もうギリギリで原告にうちの母滑り込んでなって、そしたらうちの母出身が奄美大島なんですけれども、奄美大島からですね、戦争の時に、母は鹿児島市内で生まれてるんですが、戦争の時に、母の両親と母の姉、お姉ちゃん、お兄ちゃん、兄、姉がですね、船で疎開を、戦火から逃れてきてるんですよ、小舟で。で、うちの祖母がですね、ずっとうちの母に言ってたのが、その戦争は、殺し熊って、殺し熊っていうのは島の方言なんですけど、殺し合いのことなんですね。殺しの、競争だと。殺しの競争だ。どれだけ人を殺せたかの競争だと。で、もしね、戦争になるようなことがあったらね、欠板を押してでも、欠板で指のあれですよね、押してでも反対しなさいって、ずっと亡くなる直前までうちの祖母が言っていて、で、うちの、祖母、祖父母、母方の祖父母というのは事業をしていたのでですね、その言えばですね、経済界の人間だったので、支持政党はもちろん自民党さんなんですよ。なんですけれども、だから安保法制ですとかってことに反対だっていう強い意志をうちの母が持っていることで、うちの母は母としてすごく葛藤があったんですけれども、その母の両親のというか、おばあちゃん、祖母の教えというものをもう本当にずっとうちの母はこう心に持っていてですね、やっぱり奄美大島って今もですね、瀬戸内町に弾薬庫が5つ作られていて、今さらに3つ、増庫って言っていいのかな、弾薬庫の庫ですね、の計画があったりですとか、あるいは大熊、それこそ我々の田舎の大熊にミサイル基地が今あったりですとかって言って、こうまた戦争の戦火、当時のようになってしまうんじゃないかという危惧をしていて、母のその話というのが、弁護士先生の皆さんにですね、非常に訴えるものがあるというふうに、評価をいただいて、今までにその裁判で3回違憲陳述をしているんです。ということで、今回もですね、実はうちの母が一人だけらしくってですね、違憲陳述、原告としてはですね、損害賠償を一人10万円求める裁判になっております。実害がないと日本では裁判を起こせないんだそうなんですよ。一応勉強、憲法の勉強してるんで、あれで喋りますけれども、実害がない、ふんわりとした訴訟というのは起こせないのでですね、著しい精神的な被害を被っているとかですね、実害を困っているので国に対してその損害賠償してくださいというような、裁判の構成になっているいますって、すんごい長くなっちゃった、ごめんなさい、すんごい長くなっちゃった、ごめんなさい
そうですね、女優の黒柳徹子さんもおっしゃってたということで、戦争になると自由がなくなるということでですね、私昨日も、はい、申し上げたように、戦争というのは最大の人権侵害なんだよということなんでございます。人権というのは実はですね、自由平等がメインというかメインでございまして、自由の中に、国家からの自由といって、それこそ自由なことと命の自由、生命の尊重ということですね、はい、が、入っているという、構成になっているということです。合ってるよね。生命、自由、幸福を追求する権利が13条で個人の尊重として保障されていて、14条で平等権が保障されていると。自由、命、幸福追求権、平等ですね。ちょっとなんかちょっと違ったので、もう一回ですね。はい、はい、明日の裁判は報道でも取り上げはあるんでしょうか。どうでしょうか。一応あるんじゃないかなと思います。リオナさんが拍手をくださってありがとうございます。ぐだぐだ長くてごめんなさい。森本さん、安保法制違憲訴訟、なるほど、伊藤先生は存じ上げております。僕は恥ずかしながら移住したてで、かっこでもないかで、なんだかバタバタしていた時期です。スローライフもヘチマンもなく働いてました。森本さん、お疲れ様です。全然恥ずかしいことでも全くないですし、今も森本さんはスローライフじゃない気がいたします。毎日遅くまでお仕事をされてらっしゃる仕事人だと私は認識をしております。宇都さんの動画が上野さんの動画にやっと上がってましたね。柳さんは参院選の頃は上がってましたけど、柳さんにもインタビューしてほしいですということ。そうですね、私も実はさっき上野さんの学カフェに私の動画が上がってることに気づいて見たんですけど、なんか吉田さんと3人でぐだぐだ喋ってるやつですよね。上野さんは今ですね、参政党さんに夢中でございますからとか言って、はい、まっちゃんさん、そうなんです、伊藤誠さんは弁護士さんです。はい、鈴谷さん、こんばんは、ありがとうございます。伊藤塾有名です。です S さん、今日明日と大雪の予報です。あ、そうなんだ。沢楽も南部で積もっているようで心配です。明日中学校はオンライン終業式になりました。皆様お気をつけてお過ごしくださいと、福岡県議の沢楽選出の後藤香織さんからのメッセージを S さんに代わって代読いたします。のんちゃん、宇都さん、お疲れ様です。お疲れ様です、ありがとうございます。一撃くじきの市は今日が12月議会最終日でした。傍聴に行ってきた、お疲れ様です。明日宮崎に向かいます。鹿児島でさ雪の予報なので、そうなの、やだ寒い、運転など気をつけてください。やだ、ありがとうございます。うわどうしよう、寒いの嫌だ。電気代など上昇分への支援、約47億8300万円は、そうですね、これは国からのですね、緊急経済支援の事業をそのまま流している補正予算だと思われます。それに対して県は新たな施設やベッドなど設備の整備費用を助成します。病児保育の話かな、これは。中小企業の賃上げ支援の費用、へえ、なるほどなるほど、約4億3500万円、業務のデジタル化などで生産性をつなげ向上させ賃上げにつながる事業者などに助成、あ、これも国からの事業っぽいですけれども、鹿児島はこれは今ないですね。今日 NHK の動画で鹿児島県議会が出ていましたね、とのまーちゃんさんのこと。あ、本当ですか。今日か。火曜日、今日木曜日、おとといの何かですか。あれかな、やっぱ原発のことですかね。S さんのあと1個、12月議会の定例会の閉会、福岡県議会は871億円の補正予算ということでですね、メインは鹿児島と一緒だと思いますけれども、この病児保育とですね、中小企業の賃上げ支援の費用というのが、あれですね、独自っぽいですね、ということでありがとうございます。皆さん拍手がたくさんありがとうございます。森本さん、本当熊本雪降ってるんですって。松島さんはスタッドレス、兵庫県も雪降ってるんですか。あら、うちの夫は大丈夫かしら。
あら、あ、そっかそっかそっか、今日塩田さん原発容認の報道ね、出ましたね。はい、出ました。県議会にはですね、その今日こういう報道しますというですね、お知らせが来るんですけど、県議員にですね、長々長々とその今日の、容認の知事の容認書表明のファックスが来ましたけれども、最後の方でですね、こういう理由から、県としても容認するっていうのにですね、例えばその一木区式の市の市議会で容認されたこととかいろいろ書いてあるんですが、その中にも県議会において今回の、陳情を、採択したことが理由に挙げられてて、すっごい悔しかったですね。はいですね、まーちゃんさんありがとうございます。原発のことですねとのこと、はい、そうですね。まあただですね、いつも、あ、ヒロさんこんばんは、ありがとうございます。いつも申し上げているかと思うんですけれども、延長があったからと、延長が容認されたからといってこれで終わりというわけではなくて、次はですね、新たな、基準地震動の、許可が下りなければなりませんし、次は、使用済み核燃料の、場所どうするんだ問題もありますし、でいろんな問題もありますし、そしてまた解決されてないこともたくさんあります。ただ20年延長はとりあえず、原子力規制委員会から、認可をされてと、でそれを受けて鹿児島県も認可をし容認してと、まあ40年と1日目以降も動くんですよねっていうことだけれども、問題は山積みだし、宮殿さんも乗り越えなければいけない壁もたくさんあって、この間ですね、初めて お話をしたある女性に、本当にそういう何ですか、政治的にこう野党側っていう感じで出会った方では全然なくて、お料理教室にちょっとお邪魔をして、でそこでお知り合いになった女性と喋ってたんですけど、その方がですね、私署名活動をやったんですっておっしゃったんですよ。それでほえーって思ったんですけども、あの署名活動って結局無駄だったんですかって言われて、あ、やっぱりそういうふうに思っちゃいますよねって思って、なんか結局あれで全然県議会も条例も通らなかったから、私やったことやっぱすごい虚無感というか、なんかトロー感があってっていうふうにおっしゃってて、いやでも本当にそうだよなっていうふうに私も思いました。私も2013年からその今の政権与党の、あまり憲法を無視して議会を、無視したその政治の運営の仕方にすごく怒りを覚えて、ずっともう引きこもりながらも悶々と活動というかですね、ツイッターを見ながらですとかですね、新聞読みながら、いろんなことを考えて自分なりに行動してきたわけですが、毎回毎回強行採決をされたり、議会の召集を無視されたりっていうことたんびにもう本当に心が折れて、もうやるせないし、なんかもう結局全然もうどん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 悪くなっていくし、もう何やったってもだって思ってたので、そのね、一生懸命やったことがうまくいかないとものすごく疲れるし辛いし、やるせないしっていう気持ちはすごくわかるので、その方がおっしゃってることもすごく本当にそうだなというふうに思ったんですけれども、リトマス紙になったなったんですけれども、リトマス紙になった、ああなるほどなるほど、あれですね、今回のその、条例案の
ことですね。そのみな議員だったりですとか、皆さん の, あの考えをが分かるというか、誠実な方とか、そういうことですね。レアナさんが多分おっしゃっているのはね、仲間もできた、本当そう思います。なので、でもあの本当に活動の一つとしてすごく価値のあることだったと思うんです。ケミの皆さんの意識をもう一度掘り起こしたっていうところでですね、なので、あの無駄じゃないと思ってますっていうことと、延長したからといって、その原発が止まらないということではないので、諦めずに行動を一緒にしていきましょうというふうに思うした次第でございました。はい、森本さん、無駄という反応つらいですね。一番つらいし、伝えるのが難しい部分。そうなんですよ。でも心が折れるのもわかるので、成功体験をぜひしていただきたいなって思うんですけども、やっぱり野党側というかですね、いや、この分厚い壁がですねありますね。はい、 S さん、知事を変えれば止められます。それも一つの方法だと思います。はい、緊急事態条項が加わったら住民投票もできなくなるでしょうからね。そうですね、緊急事態条項は基本的には国民の権利を制限するものになるでしょうからね。それをですね、恣意的な運用ができるようにしてしまったらダメですね。はい、できるという実感を持ってて大きな収穫になりました。できる、打率10割なことなんてないですけど、普通の方は1回でもダメだと落ち込んじゃうんですかね。落ち込みますよね。だから、あれなんですよ、仲間作るのすごい大事なんだと思うんですよね、私は。はい、仲間がいれば諦めずに次に進めるのでですね、政権交代したいですね、遠い目ってヒロさんがおっしゃってる。なんかね、そう、今の立憲民主党って支持率が上がってるじゃないですか。でも私たち何もしてないんですよね。だからね、それで調子に乗ったら絶対良くないってめっちゃ思ってるんですよ。今の立憲民主党に対する支持率の上昇は、あれは私たちが何かをした努力のに対する評価でもなく、なんか裏打ちされたものでもないと思うんです。例えばやってきてるんですよ。やってきてますっていうのは自信があります。でも政策も出してるし、対案も出してるし、いろんな提案をさせていただいてるし、やってきてないことでは全然ないです。立憲民主党として。で、私はそういうふうに確信をしてます。けれども、やっぱり評価は低いし、そういうふうに見られているというのは事実。でもそういうふうに見られている事実が、国民の皆さんから、あ、立憲って案外まともにやってるんだなっていう評価を得て、今の支持率の向上ではないというふうに私は思っておりまして、それだけ自民党さんの、支持率、自民党さんへの失墜、信頼の失墜というのが大きい。代わりに、じゃあもうしょうがないから、野党第一党を支持するかみたいな消極的な支持だというふうに私は理解をしておりますので、そこにおごったり甘んじたりしてたら絶対ダメだなっていうふうに、今の支持率のですね、急上昇を見て私は逆にすごい気が引き締まって危機感を持っているところでございます。はい、認知率、なるほどね、ヒロさん。そうそう、立憲民主党ってそもそも知られてませんからね。なるほど、なるほど。おっしゃる通りですね。まーちゃんさん、私は今日、近所のイエローハットに行って、スタッドレスタイヤに付け替えてもらいました。東京も雪降ってるんだ。わおわお。皆さん、気をつけて。今の政権は何でも強行採決ですもんね。本当にもう、それが当たり前になってきましたね。
のんちゃん、一菊式の市議会でも原発は30キロ圏内の本市の意見も尊重すべきという請願が委員会に上がり、賛成少数、そして議会でも聞いてたら15名中賛成2名、おうって感じでした。結構はしょった説明で申し訳ないです。いや全然わかります。ちなみにですね、その2名はあれじゃないです、議会15人しかいないんだっけ。え、全員で15人、多分、高木さんと田中さん、違うかな、わかります。でも本当におっしゃる通りだと思っていて、その PLZ で5キロ圏内の一菊式の市と UPZ 内の30キロ圏内の、あの 市の意見も本当に必要だと思いますね。県のみならず、そしたら鹿児島市も入りますし、一菊式の市も姶良市も入りますし、あと日置市、日置市、日置市も入るよね。薩摩町も入るから、ちょっとごめんなさい、この間確認したばっかりなのにもう忘れました、すみません。9市ぐらい入るんですよ、ごめん、もう忘れましたとか言っちゃダメ、9市ぐらい入るんです、あ、9市町ぐらい入るんです。はい、ということでですね、森本さん、リカバーっていうのかな、選挙結果でも法案の強行採決でも何か必要なんだろうなと思います。あ、これはあれですね、あの心が折れないためのリカバリーってことですかね。県議会でうとさんの仲間を増やすことが必要、本当にそう思います。だからね、あのね、一人区じゃなかった、無投票はねやめなきゃ。私は次の県議選では自分も、あのもちろん、ここで立候補表明してでもあれなんですけど、自分自身が出るとしても、もし自分自身が出るとしても、他の候補者の擁立をですね本当に真剣に考えてます。はい、あの鹿児島市、三島、豊島の選挙区、私の選挙区はもしかしたら難しいかもですけれども、それ以外の選挙区で今からあの一緒に戦ってくださる仲間を探したいというふうに、今の目を皿にしてですね、人を探しております。なので皆さん、あのこの人いいんじゃないって方がいらっしゃったら、ぜひぜひあのご紹介ください。はい、知事選ってそろそろ候補者出したいですね。熊本の知事選は3月なのにまだ立候補者数ゼロです。あら、まあそうなんだ。で、今の方は辞められるんでしたっけ、なんかそんなことおっしゃってましたっけ。まんちゃんさん、令和の山本太郎ちゃんが言うように、国民の半数が票を捨ててますからねと、心がぐさっとくるコメントありがとうございます。ちなみに鹿児島県議選においてはですね、鹿児島市ではですね、3分の2の 60% 以上の方に票を捨てられてしまいまして、自分の不甲斐なさを本当に、思うところでございます。これはもう本当、候補者、立候補者だったり政党だったり政治への不信だったり、信頼のなさがですね、それを招いていると思います。泉さんの記者会見、立憲、維新、国民民主で政権交代を、そうですよね。立憲できて間もない政党、笑い笑いだって、ヒロさんありがとうございます。そうですよね。松島さん、残念ながら政策や実績で投票しませんからね、本本、うん、やっぱりもうあれですね、知る権利がちゃんと確保されてないっていうのもすごく大きいんじゃないかなとか、あとはその未成年の方の、あの政治活動が禁止されているので、学べる場所がないっていうのがですね、この2つかなりでかいんじゃないかなというふうに思っております。学校で政治の話とか政治活動とかできませんからね。まあ一応ですね、出立が変わってできるようにはなっているんですけれども、それも対象は高校生だけで、あの18歳が選挙権になった時にですね、出立が変わったんですけれども、高校生だけ、まあ、政治活動を許されるようになって、中学生以下についてはですね、あの言及もないと思います。私が調べた限りなので、いやでもそうだと思います。低支持率時の裏打ちも、低支持率時の裏打ちも、語呂があった、違うリズムがあった。あれはあれで恣意的でしたよね。立憲叩きは大体不当だったような気がします、というふうに言っていただいてありがとうございます。あれですよね、立憲は嫌われるんですよね、ある一定層に。ほら
なんですかね、新自由主義者の皆様ですとか、あの賢っぽい皆様ですとか、あのあたりの皆様にも嫌われますよね。なんかそれかなとかちょっと思ったりする。いやいや、うん、違う、それはちょっと甘いな、自分の評価が。のんちゃん正解やったー。まちゃんさん、東京はまだ冬、雪は降ってませんけど念のため。なるほど、それは素晴らしい。ひろさん表明、つい表明してしまいました。あの、無視するとしてもですね、っていうことで。はい、仲間増やすためにも候補者をどんどん増やしましょう。無投票当選が多すぎて。そうなんです、鹿児島市は案外若い議員が多いんですよ。 30% 40代なんですよ。まあ20代30代一人もいないっていうのはあれなんですけども、なのであの、まあ、若いことも大事ですし、まあ、自民党さんじゃないことも女性議員が増えることも大事なんですけども、とにかくですね、その鹿児島市以外のところに、特にその無投票のところに男性の高齢者の自民党さんが多いっていうのが、一人一人だからなんか案外気づかないんですけど、蓋を開けてみると34人自民党さんみたいなのがあるので、やっぱり S さんおっしゃるようにですね、無投票当選のところにですね、どん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 その候補者立てないといけないんですけど、とにかく党県連あの弱小なんです、弱小なんですよ。なので皆さんお力貸してください。一緒に戦ってくれる仲間探しております。ということで35分もベラベラ喋っとるわ。今日私あの今日寝坊した分元気なんですね、すいません。もしかしたら南薩摩市の県議は次の県議選立候補しない。え、本当に？でも全然まだお若いですよね、60歳ぐらいじゃないですか。75。本当ですね。本日の泉会見が半ば炎上しているのはほとんど誤解です。報道の表題の C です。会見をフルで見ましょうと森本さんがフォローくださってます。ありがとうございます。あ、そうですね、熊本の知事は、今回限り退任ですね。あ、よかった、間違ってなかった、政府。なるほどなるほど、南薩摩市長選に立候補、なるほどですね。現市長さん70代だから今回辞めるかもとのことです。森本さんがちょっと笑っていただき、森本さんに笑っていただけるなんて光栄でございます。ありがとうございます。地元でも無投票がむちゃくちゃ多いですよとのこと。ヒロさんってあのご地元が言っていいのかな、あの鹿児島じゃないというような風に私は認識を最近いたしました。あの広しキャスでなんかそんなことをおっしゃってませんでしたか。なんか都会なイメージですけれども無投票が多いんですかね。ということでですね、もう37分なのでもう今日もそろそろ終わろうと思いますけれども、あ、そうですね、もう新党を作ったり分裂したりとかしないでほしいです。ありがとうございます。いろんなご意見がありますけれどもですね、県議から市長になる人多いですよね。うちの市長さん、鹿児島市長さんも今そうですしね。なんかゴールがですね、やっぱり県議さんとか市議さんって首長がゴールみたいな目標のある方が多いのかなって最近なんか思ってます。はい、森本さんもあの新党作ったり分裂しないでほしいということです。やっぱりね、大きな塊になるっていうのは野党は難しいですね。皆さん思いが強くてですね、あの自民党さんのようにこうギュッと何かで縛れればいいんですけどね、リベラルが団結するのは難しいっていうのはすごくありますよね。埼玉や千葉でも無投票当選多いんですね、山奥の方は。そうなんだ。松島さん、民進党まで組織の中で受け継がれていたノウハウとかは立憲になってうさん無償しちゃったんですね。そうなんですね。そうなんだ。南薩摩市の現市長も元県議。あ、そうなんですね。すいません、存じ上げなくて。2017年は支持率 0% で野党第一党になりましたもんね。そうですよね、選挙って分かんない。そうなんですね、もうあの野党は結局ですね、風任せなところがあって、私はそれがすごくあの良くないなって思っているのでですね、あの野党が勝てるときは風が吹いたときっていうのすごい嫌なので、あの地方自治体の議員をコツコツ増やしていって、あの地盤を固めるぞ
っていうふうに今思っているところなんです。おかげで立憲になったらあんた誰って見られてます。そうなんだ。はい、 S さん、リベラル増やさないと将来が心配ということで、なんかでも今の若い方とかはで女性が増えてるってやっぱりリベラルな、リベラルなわけじゃないけど、こうリベラルを無意識に持ってる方も増えていらっしゃるんじゃないのかなっていうふうに思ったりもしておりますので、ですね、もう私も子供を産んじゃったんでですね、本当にやらなきゃいけないというふうに思っております。はい、野党から与党といえば今年1月あれどう思いました？ん、何のことじゃろうかい。S さんきっとなんか気遣っていろいろ伏せて言ってくださってるんだろうと思うんですけど、ごめんなさい、頭が回らなくて何もわからないということで、答えはまた教えてください。ということで今日は終わろうと思います。40分超えちゃったんで。ここで聞くのはどうかと思い、なるほどよ、連合の吉野会長の発言についてどう考えればいいのか、てんてんてん、多分勉強が足りないところだと思っていますが、吉野会長実は明日鹿児島にご来家だそうでございます。人権守って公文書改善しない、改ざんしないで閣議決定で何でも決めたりしなければとりあえずどこでもよかったり、はい松島さん、人権守っての時点で自民党さんじゃダメなっていうこと？あ、ルルさんね、今井ルルさんの自民党へ入党ですね。ですね、今井ルルさんが自民党に入党してくださったから、私が浮上したっていうのもあったりするんですよ、実は。いやいやいや。勉強足りてないの僕のことです。いえいえ、そう、森本さんみたいな方が勉強足りてないとおっしゃると、私がいたたまれない気持ちになるのでやめてください。明日のために寝れなくても寝てくださいと、のんちゃんありがとうございます。お父さんの話を聞いてお母様の意見陳述のお父さんの大切さをしました、ありがとうございます。はい、寝ます、寝れるんだっけ、まだなんかいろいろしないことが多いな。そうなんです、ルルさん効果なんですよ、ヒロさん。またこの話しますね。もう、そう、終わらなきゃ。連合は昔から卑怯さ。そうなんです。この話もですね、私もない、この政治家になって初めて、ああ、そういうことがあるんですねってことも、わかりましたので、その話も、いたしたいと思います。はい。浮上のきっかけもお話しいたします。ルルさん効果。じゃあ、明日はルルさん効果ということと、あと、卑怯さんがなぜ卑怯さなのかということを、ちょっとかじっただけの話ですけれども、します。松島さん、それは言い目て妙な、松の屋、吉野家と松屋仲良くなれないって感じじゃないんですか。それでいいかも、答えは。どの話題も気になるってことで、明日は母の報告などもしたいと思います。それでは皆さん、今日も40分お付き合いいただきまして、ありがとうございました。すみません、40分も喋っちゃって。それではまた明日、ありがとうございました。毎日ウトキャス、また明日。おやすみなさい。